開幕速攻、ふとんちゃん殺してたのマジおもろかったな。ずっ楽なと同間じとこ降りてたら、一人だけ来て、なんでここ来たんだろうみたいな。マザーさん、ファイトっつってなんか、金くれました。僕もいただきました。来てるわ、来てるわ。おい、来てないって。なんでだよって、俺ちょっと怒ろ。感謝がねえからだよ。お前もね、私、コマンドラックスでした。これ、ザカ戦2回1位取ってるらしい。うえぇ。ん ?2、1、1、2。もう全然覚えてねえや。そうか、最初はダルマ5番事件があったのか。確かに、だるまさん、あの5番からロル一切来なくなったな。そっか。チーフはないっすもんか。ゴーレムのクリップ俺マジ好きだわ。20分過ぎてそこ勝ってるやつ見たことあるかってやつ？違う。この時間帯にゴーレム食ってるジャングル、お前自分のレート帯で見たことあるかだね。暗記した。覚えてどうする覚えておくと、まあでも大事ですよ。勝ってたらいけない時間帯に行かなくなるんで。いやでも俺それ何回かソロ級やってる時と、あと一回初日のスクリームの時にレオン代表に言おうとしたんですけど、まああるかってなる。あるか、まああるか。そう、あるんですよ。あ、こちら強かったよ。まあ一旦雷神さんの肖像画の前で泣きますか。実際そうだ。いいな。え、釈迦さん飾った時それだけ見に家行っていいですか。いいよ。ツーショットの写真ください。いいな。ツーショット別に俺はいらないのでは。いや、やっぱ MVP なんで欲しいんなんならライ様とツーショットでいいんじゃないか。肖像画、肖像画じゃ、ライ様に抱えてもらいます。いいや、抱えたら。あれ、なんか APEX のやつってなんかすっごい前からみんなやってる気がするんですけど、あれ準備期間どんくらいあるんですか。確かに、あれ、ね、公式スクリームは1週間前からなんですけど、なんか APEX って好きにキャストも立てるようになったじゃないですか。だからみんなもうずっとチーム誰かしら開いて、もう V サイのカスタムみんな貼ってみたいな感じですね。自主的なんだ。自主的、自主的です。結果的にこれも練習期間じゃ1ヶ月ぐらいあるってこと。そうです。やば。この間俺らも APEX やったんですよね。あ、俺とシャルさんとニジャで。すごかったですよ。面白かったですか。いや、おもろかったですね。なんで俺ら呼ばれたんだろうって。開幕速攻布団ちゃん殺してたのマジおもろかったな。すげえ重要なとこで。俺らは悪くないと思うんですよね。ずっと同じとこ降りてたら、なんか一人だけ来て、うん、殺されに来たとしか思えないよ。そう、なんでここ来たんだろうみたいな。シャウさんはエペックス全然やらないのに一生語ってるし。語ってたんだ。いや、あえてねとか言ってずっと敵が会えた時のことばっか話してる。語あえてこっち来るかもしんないじゃんってずっと言ってた。おもろかったな。トイストフリーゲーム中ランクやってるわ。マザーさんファイトっつってなんか金くれました。僕もいただきました。うん、俺には来てないんだけど。来てないんだ。来てるわ、来てるわ。コマンド信者起きた。コマンドシリーズ好きすぎだろ。おい、来てないって。フレンドじゃないんだろ。フレンドだよ。え、太陽来てる？5時間前に来てる。あ、コマンド狩りを。チャットしよう。なんでだよって、俺ちょっと怒ろ。感謝がねえからだよ。お前もねえ。私、コマンドラックスでした。お前もねえよ、一緒だよ。まあでも俺はありがとうの代わりにやっぱナイスなんだよね。俺もOK言ってたよ。オッケーとナイスは結構違うと思います。ナイスの方がまだ感謝感がある。一緒やって。ありがとう言えんやつはもう一緒よ。キルしたキルした、オッケー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 。ハムさんはあとチャンピオン増えるといいかもしれないですね。2体だったんで今回。そうですね、やりたいやつあるんでやります。何やりたいの。ね、何やだ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 。バンしてくるじゃないですか絶対。バレたか。ここだけはちょっと信じれない。ちょっと申し訳ないけど。学んでるな。初回はなんかヘラヘラこう言って速攻バンされてたのに。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。今回はほらやっぱり初めましての人も多かったけど、普段カスタムにいる人たちはほぼいたんじゃない？いたと思いますね。うん。で多分今回全員とやったことはないですみたいな人たちがやっぱ寝たんじゃないか？まあ明日ある人が多分いるはずなんで。うん、そう。普段カスタムに参加してる人たちなんか次の日なんかないよ。また先生原稿があって言ってた。しょうがない。あまりにも辛い。仕事に追われてる人だもん。うーす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 ー。あと何人ですかこれ。ビビらせに来てるだけで上解散してるやん。ちゃんと解散してる。これなんか3決定戦の2チームが
強いのかなと思った。あ、俺もウルカさんのところが事前だったらいっちゃん強いと思った。ウルカのとことクザさんのとこ強いかなと思った。クザさんのとこも強いと思った。脳みそが爆発したらしくて噂になった。頭がおかしくなって死んだ。頭がおかしくなって爆発して死んだらしくて。一応配信とかさあんま見れないじゃないですか、大会期間中に。ああ全然見れてない。コメントにクリップが貼られるじゃないですか。はい、うん、俺あのシャルルこのチームは勝てませんって書いてあって。あ、これ相当来てんだなと思って。タイトルだけで面白 い初日に関さんのところとスクリームしたけど、でも初日が一番面白かったな。帰ってくるのがマジで遅い。コメントによると2駅までは歩くとか言ってリコールせずに歩いて帰ってたらしい。ドラゴンピッタとかから二駅どころじゃない。でも関さんあれがうまかったっすよ、操作がうまかった。操作うまかったね。めっちゃ回転してた。ただキーがやばい。 WSD カメラ動作の ZXCV みたいな。WSD カメラ操作、 WSD カメラ操作1234スキルのアイテム ZXC ですね。すごいなってる。カメラ操作キー操作でやってるんですか。はい、やばいっすか。バケモンやん。マンタ先生はなんか左手アンドロイドみたいなのつけてるし。何それ。あれめっちゃ高いらしいっす。いや、なんか中指を内側に曲げるとヒール出るらしいっすよ。チャンマンぐらいのなんか左手のグローブみたいなデバイス使ってる。おもろすぎる。左手のなんか中指を内側に曲げるとヒールが出るから、出る確率が 50% みたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ゆうじさんの悪口言ってました今。消えなくなった。嘘よ、嘘よ。帰ってきた。左手のデバイスってそういう感じなんだ。ボタンとかそういうことなのかと思ってた。あ、白又先生のあれか。あれはね、いきなり変えたんだよね。最初はキーボードだったんだけど、コーチングしてて、次の日、デバイスは変えましたって。おかしいおかしい。え、なんでって。ロール始めて、キーボードやってたのに、いきなり変えたんだよね。わかりました、これっすよ。え、これ、手を恋人つなぎする的な感じで。操作するってこと。これ、それを上からかぶせて、かぶせるらしいです。なんか本当にもうバイのガントレットみたいな。はいはい、あ、じゃあこれがその手前に降りてきて手の甲にくっつくみたいな感じか。あ、違う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 、違くない。これあの、あ、違うんですか。黒いところに手のひらがついて、指の先がこの上の機構は何なんですかね。飾りっす。飾りなんだ。あ、違う違う違う、わかったわかった。この指を置いたこのハエトリグサみたいな場所を引っ張ったら、この上の場所が降りてくるんだ。あ、ピアノみたいなことですか。いや、わからん。わかんねえ。これ見た感じだと5個しかボタン押せなくないですか。なんか、なんかだから内側に曲げるとかあるでしょ。特殊操作。内側に曲げたら意味わかんない、意味わかんない。これだ、多分その指の動きに。来た来た来た。種類がある。何何これ。いや、これ神器だと思って使ってんすけど、一応ちょっとウェブカメかなんか今つけれないんですか。いやちょっとウェブカメ、ちょっとあの使ってる手カチョッとはめた状態の写真貼りますね。お、来た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 。気になりすぎる。はめるんだ。はまるんだ。はめるっていうか、ちょっとめっちゃ机の汚いんだよ。一応ロールはこれにしてから快適になったんですけどね。ヒールの確率 50% って聞いたんですけど。あ、そうですね。ヒールかフラッシュかがどっちか出るんですね。 50% これ指一本につき操作が4つあるの。はい。ああ、そういうこと。弾くんだ。端っこが4つあって、ロイコンあるじゃん。間が、間が3つ。ロイコンあるじゃん。いや違うか、いや4つあるわ、4つあるわ。特殊すぎるって。ちなみにキーボードよりも打ちやすいとかあるんですか。まあどっちかっていうとやりやすいと思いたい。高かったか。これってチャット打てるんですか。チャットは打てないです。あ、チャットは打てない、ね。チャットは打てないし、あとなんか確かワードが4でポーションが2じゃないですか。3使わないだろうと思って3割打ってなかったんですよ今回。急にシャルルさんに3押して3って言われて、ええと思って、あの奥にあるキーボードの3を手伸ばして押すっていう。楽しそう。いや楽しい楽しい。やっぱゲームは楽しくないと。そうそうそう。まあ本人が楽しかったならよかった。やばいね、ADC 初心者って聞いたんですけどね。初心者のはずだったんですけど、ね。いやね、マン先生、俺ね、チャットログ見ましたけど、はい、ああ初心者誰かいるのって言って、代表しか言ってないです、俺。そういうことか、はい。あなたが一番初心者ですって言いました、ね。なちなみに俺、のりあきさんに招待された時の文言が、
なんかまあ河川さんと初心者チームで出ませんかって言われて、初心者チーム初心者チームか、え、いいや、だったらお前と思って、で、いや俺聞くほど初心者ですよ、まだあの7日間ぐらいしか起動してないんですって言って、全然大丈夫です、びっくりって来たから、あ、じゃあ大丈夫かと思って参加したら、トダイクザーさんでやばかった、俺が CS 落としたり、あと合わせミスるたびにもうクザハさんがめっちゃ青筋立てながらにっこりこっちを見てくれてるのがいやもう本当に申し訳なかった、マジで負担がでかすぎた、クザハさんの今回は、いやありがとうございます本当に、いやいやもうめっちゃ楽しかったんですけど、ね、大変なポジションにまたやってくれますか、ありがとうございます、次あや次あのなんかみんなでスマブラとかしませんか